皆さん、こちら任天堂からね届いた荷物なんですけれども、すごい、これ任天堂本社ですよ。任天堂株式会社京都からね荷物が届いたってことで、こんな大きい荷物ね、なんでしょう、全然予想がつかないんですけれども、ちょっとねこれ早速ね開けていこうかなと思います。任天堂だよ、何買ったっけ、もう全然覚えてないです。それで行きます。何よ任天堂さん、何ですか、うわ待って、うわ今いっぱいいる、いっぱいいますよこれ。あ、そっか、そうだわ、買ったの忘れてましたね。あのね、僕任天堂のオンラインストアで2月の17とかかな、いやもっと前か、かなり前にこの岩ピクミンのねぬいぐるみ購入したんですよ。でそれで3月に到着予定ってそのお知らせでありまして、でもう3月なのかと思ってずっとねそのことを忘れていたんですけど、今日3月12日か20日ぐらいかかりましたね到着に。いやもう発送に20日かかるとさすがにもう忘れてしまっていたので、本当に何って思ってましたね。うわー、そっか、ていうかちょっと待って、ちょっと一旦取り出しますか。待って、すごい、ていうか僕4つも買ったっけ、嘘、4つも買ったんだ、岩ピクミン。対象年齢6歳、大丈夫ですね。うわーすごい、このね、なんで僕今回ねそのなんで僕その数あるピクミンの中で岩ピクミンにしたかと言いますと、このわかりますこのこのツルツル加減がねたまらないんですよ。高級住宅のありそうな砂利感があるっていうかね、ツルツルなんですよね。僕はこれに惹かれてねちょっと購入をしたって感じですね。これ早速開けていきますか、ちょっと苦しそうでねかわいそうなんで。じゃーん、どうですかこの滑らかなボディは。あ、こうやってやると逆立っちゃうのね。いやこのゆるさがたまんないな。いやいいですね、思ってたよりもゆるいわ。でこの岩ピクミンの特徴的な美脚もねちゃんとね完璧に再現されておりますよ。これはクオリティが高いですね。ちょっとねサングラスは大きいかな、まあ、今回はね任天堂から謎の荷物が届いたということで、こちらのね岩ピクミン開封させていただきました。まあ、このね岩ピクミン今後ねもしかしたら僕の動画にね絡んでくるかもしれないんで、そこはねちょっと期待していただければと思います。それではね今回は見ていただきましてありがとうございました。それでは。